チ最高です。ただいま大日本道大橋にシーパセオが通過しました。お帰りなさい。ここは平清盛が切り開いたとされる音頭の瀬戸でございます。あちらに見えますのが音頭大橋。私が尺八を吹いていた橋が第二音頭大橋となります。毎年1月の一番終わりの日曜日にてこちらの音頭大橋のですね、さらに向こう側に見えます、隈研吾さんが、考案されたですね、黒い屋根の大きな建築物、音頭市民センターホール、こちらで音頭の船歌全国大会がね毎年、開催されています。今回も、どうでしょう、去年おととしと中止になりましたが、来年の1月開催されるといいですね。それでは我が国民謡ファンの皆様、いつも応援ありがとうございます。もしよろしかったらチャンネル登録、高評価どうぞよろしくお願いいたします。それでは皆さん、またね。ありがとうございました。